先ほどの偵察で帝国軍の物資集積基地を発見した。目下の輸送先は西方面、ガリア侵攻のための武器弾薬だと思われる。敵の輸送基地ってことか。おいおい、なんつ幸運だよ。ラズ、私は敵の部隊の規模をこの目で確認してきた。弾も装備も圧倒的に不足し、他の小隊との連携もできない今の状態では勝ち目はねえって言いてえのか。ガリアに武器弾薬を運び込むための輸送基地をここで一気に叩けるんだぜ。チャンスなのは分かってますよ。僕だってできることなら戦いたい。でも無理です。今助けが必要なのは誰が見たって僕らです。クロード、あなたの考えを聞かせて。指揮官としては命令通り指定のポイントに向かうことを選ぶべきだ。だけど僕は輸送拠点を叩くべきだと思う。これはガリアのためだけじゃない。ガリアが落ちればそこを足がかりに帝国は一気に西へ侵攻するだろう。それぞれの大切なものを守るために僕たちは志願して軍に入った。守るためには誰かがここで戦わなきゃいけないんだ。その誰かが私たちね。それで印象隊に賞賛はあるの？賞賛はある。基地があるのは山あいの谷底だ。強風が吹けば積もった雪が舞い上がり、一瞬吹雪のような状態になる。吹雪に紛れて接近し混乱したところを一気に叩くというわけか。でも肝心の風は？吹くまでここでじっと待つつもり？いや、風は吹く。もうじきだ。風のお告げか。クロードが言うなら確かだな。その作戦で勝てるのね。ああ、勝てる。わかった。だったらさっさと準備しましょう。基地ギリギリまで接近して機を待たないと。わかりました。ハーフェン号を動かします。みんな10分後に出撃する。準備にかかってくれ。あ、おい、お前あっさり引き下がるくらいなら最初から賛成しとけよ。私はクロードの一言が欲しかっただけ。勝てるっていうその言葉、それさえあれば私は彼の命令に従うわ。認めてるってのは冗談じゃなかったわけだ。よっしゃ、派手に暴れようぜ。この寒さを忘れるくらいにな。クロード、本当にいいんだな。他の隊との合流がかなり遅れるぞ。遅れた隊は待たずに先に進むと決めてある。大丈夫、気候レンジャーはどの隊も精鋭揃いだ。いい正体抜きでも切り抜けるさ。わかった、勝つぞクロード。ああ、敵の補給基地を奇襲する前に状況を確認しておこう。揺れるぜ。やってやるぜ。任せてくれ。私の出番ね。頑張るわ。こちらですね。ここね。
いつでも行けます。準備はできています。行こうクロード、ガリアのために私たちのできることをやろう。ガリアのみんなのために敵補給基地を叩くんだ。 E 小隊出撃するぞ。勝負がつくといいんだけど。ここを叩けばガリアで戦う人々の助けになる。必ず勝とう。
見しました。見つけました。見つけました。なんでここに連邦兵が。見つけました。射撃不能、射撃不能。いい位置です。やるか。どれ、ちょいと見せてやるか。装甲列車はまだか。このままでは。部隊到着しました。追加の増援を乗せた車両も後に続いています。よし、一気に攻勢をかける。連邦のゴミ虫ども、これ以上好きにはさせんぞ。敵の増援を確認した。装甲列車だ。装甲列車は増援を運んでくるだけでなく、火力も戦車並みだ。みんな注意して制圧目標に向かってくれ。ドキドキしちゃうわね。私、夜は好きよ。わかったわ。やった。思った以上に装甲列車の存在が厄介だ。なんとかしないと。先輩、あそこにある線路の分岐器が使えるんじゃないですか。あれで進路を変えてやれば。なるほど、うまくいくかもしれない。よし、やってみよう。わかったわ。走行車両が破壊されました。これでは残骸が邪魔で後続車両が侵入できません。おのれ、虫けら以下の分際でよくも。よし、これで敵の増援は阻止できた。一気に目標を制圧するぞ。やった。味方がやる。
動開始だ。開始ね。私が行くわ。加勢してやる。開始するわ。仕方ねえな。対戦車兵には気をつけましょう。よし、出るぞ。これでも食らえ。てぇ、やられた。行動開始ね。決めちまおうぜ。なるほど、いい腕だ。こんなところかしら。拠点は取られたか。了解です。私、間違っていますか？遅い。前進する。
きますよ。了解です。私間違っていますか？開始ね。これでも食らえ。レスの扱いは得意だけど。よし、出るぞ。
動開始ね。前進する。
開始ね。おい、やったわね。味方がやられました。ハーフェン号でみんなを援護しましょう。そこね。落ち着け、敵部隊は少数だ。Thank you.
私にはやるべきことが。夜は嫌いではありません。敵を発見しました。これでも嫌い。なりましたね。なるほど、できるな。ハーフェン号でみんなを援護しましょう。まさか物資が目的なのか。開始ね。私が行くわ。どこを見ている？前進する。どこを見ている？もう一発。怪我人はいないかしら。敵発見。ああ、
なりましたね。やられたか。行動開始ね。目標。開始ね。いける。倒したわ。なるほど。上出来ね。くそ、押されている。
行動開始ね。行動開始だ。開始ね。倒したわ。なるほど、いい腕だ。わかった。
て。前進する。どこを見ている。なるほど。ドキドキしちゃうわね。やり遂げたんだ。私たちがガリアのみんなを助けただなんて、すごい。本当にすごいわ。おいよ、俺たちはすげえんだよ。本物の英雄様だ。でもってこの物資の山は英雄様への貢ぎ物ってわけだ。いや、物資は全て爆破する。これだけの量を運び出す余裕はないからね。すぐに敵の大部隊が基地奪取のため押し寄せてくるはず。再び敵の手に渡らないよう破壊して使えないようにしておく。マジかよ。もったいねえ。さあみんなどいてどいて。腕に撚りをかけて爆破するわよ。朗報だ。司令部より勲章が授与されたぞ。先ほどの作戦では見事な活躍だったな。司令部からの褒章を受け取るがいい。Thank you.
おいおい、何へたばってんだ。俺たちは勝ったんだぜ。ほら見ろよ、この線路、ガリアまで、俺たちの故郷まで続いてんだ。ガリアまでか。帰りたいな。帰れるさ、もうすぐこの戦争が終わったら。集合地点の海岸線、もうすぐですよね。一体何があるんでしょうか。そりゃ決まってるだろ、補給と増援だ。補給、温かいジャケット、それから手袋。パン、高望みが許されるならバターとジャムも。海上から乗り込んだとすりゃ、エディンバラからの上陸部隊が待ってるのかもな。だとしたら連邦軍はまだ諦めてない。帝都を目指して再進撃するってことですよね。詳しい作戦は聞かされていないけど、そのはずだ。よし、行こうぜクロード。休んでる暇はねえ。俺たちレンジャー部隊は。おいラズ、足に来てるぞ。滑っただけだっつうの。レンジャー部隊はタフさが売りだ。1秒でも早く帝国を潰さねえとな。みんな十分気をつけて、目的地はもうすぐだ。行こう。レンジャー部隊が壊滅している。おい、しっかりしろ。一体何があった。なんでみんな死んでやがんだよ。戦車部隊に待ち伏せされた。待ち伏せだと。で、連中はどこに行った。逃げた。正体を追って。でも戻ってくる。早く逃げ。おい、ダメだ、起き上がれ。くそくそくそ。嘘でしょ。教えてくれクロード、私たちは何のためにここまで来たんだ。山を越えて多くの味方を失って、一体何のために。クリステル、クリステル。ミネルヴァ、無事で。しっかりしろクリステル。ミネルヴァ隊長、
大したことはない。大丈夫だ。このまま少し休め。よかった、ミネルヴァ隊長がご無事で。援軍は？ああ、来たとも。大波のごとき軍勢とはこのことだ。連邦軍の勝利は決まったようなものだ。安心しろ、クリステル。そうですか、勝利。あなたの栄光、私誓いました。そのために命を捧げると。そうだ、私が戦場に立つ限りずっとそばに付き従うと。誓いが果たせるなんてこの上ない。栄誉。クリステル、クリステル。ミネルヴァ。クロード、貴様、今まで何をやっていた。なぜこれほどに時間がかかったんだ。いいか、私たちは戦った。圧倒的な敵の戦車部隊を前に、まともな装備も武器もなく、それでも勇敢に。その結果がこれだ。異常体は敵が去って安全になった今頃になって悠々ご到着か。貴様のせいでクリステルは死んだ。貴様が F 小隊を壊滅させたんだ。何が起こっているのかわからないまま、僕たちはその場に立ち尽くしていた。いつの間にか夜が明けていたことにも気づかずに、ただ呆然と迫り来る異様を眺めていたのだ。談笑二人の会。